今回紹介するのは、ほったらかしでも月10万円、ミニサイトを作って儲ける方、という本です。ネタの探し方、記事の書き方といった基本の木から、収入を生み出す仕組み、アクセス解析機能を使った効率的な運営法まで紹介、ミニサイト作りの第一人者による、ミニサイト制作実況中継。 詳細な作成時でもたっぷり掲載ブログかミニサイトどちらが作りやすいかなと思って購入してみました全くの初心者ですがワードプレスで練習用のブログを一つ作っています固定ページを利用してミニサイトにしてもいいかななど考えていましたアドセンスの箇所と k i n d l e での電子出版につなげる箇所は とても参考になりました。これを意識するしないで、ずいぶん違ったサイトになりそうです。サイトを作るための具体的な手順を知りたい方には不向きです。wordpress などの入門書がおすすめです。この本はコンセプト作りやターゲット読者の絞り込み方作ったサイトで収益を上げる方法などに重点が置かれているようです。この本を読んで。 サイトを完成させた後のことまで考えることができよかったですこの本で得た知識を使いながらミニサイトを作ってみようと思います以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします